川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。人生を変える出会い、今日は第7回をお届けします。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、番組に入る前に先生にちょっと伺いたいんですけども、前から少し気になってたんですけど、先生結構気になられた言葉とか何か文章、小さなメモ帳みたいなものだったり、いろんな紙に相当なんか書いて、なんか取り出したり貯められてる感じがするんですけど、なんかそういう感じなんですか、いつも。ああ、そうですね。自分流のやり方とはあると思うんですけど、はい、パパッと思いついたことをメモしておくと、それからそれを一言持っておくと、あとがもうなんか、勝手に広がる、言葉が広がるっていう。で、あんまり頭で考えたことではなくて、向こうから言葉をもらうっていう感覚です、ね。どういうことですか、それは。文章書いてても、僕の方はいろんな文章書くんですけど、なんか目の前を流れていく文章を拾い上げるっていう作業みたいな感じがします。降りてくるというより流れてくるものを拾う。そうそうそう、なんか全くその通りですね。こう流れてくな、の脳の中かなんか分かんないけど、この辺を流れる文章を一生懸命拾い上げないとこう、はい、追いつかないっていうかね。でもぐちゃ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 書いたりして、後で何やったかなっていうか、一旦それが遠ざかると、なかなかもう川の向こうに流れていってしまうような感覚だから、一生懸命こうメモするというかね。そのメモしたものはもう、することで覚えたり、何かもう使えるようになるんですか、それかそのメモやっぱり先生もう一回見るんですか、それは。いや、ほとんどメモをするとなんか脳の中に刻まれるんですけど、はい、思い出す時はまたちょっとそのメモ紙を見るとこう、はい、またバッと広がってくるっていうか、はい、聞いて言いますかね、なんかそんなのがあると、そんなのがありますね。なんかこれ皆さん、断食すると出てきますよ。あ、本当ですか。やっぱそれも感性というか、何か直感というか、なんかね、断食すると脳がすっきりするんですよ。なんか今までと違う脳の働きが、はい、やって体験するのはほとんどの人が感じると思いますね。直感力っていうかな、文章が浮かんでくるとか言葉が浮かんでくるっていうのは体験しますね。それあれですか、断食、僕も今年はちょっと機会あればぜひ参加したいと思ってるんですけど、当然その時も効果あると思うんですけど、生まれて初めてそういう断食をきちんとすると、なんか線みたいなものが外れるんですかね。そうですね、あと進んで、一度それをやるとこう道筋ができるっていうか、通じるとか、なんか広がるとか、そういう感覚かな。綺麗に掃除されて、なんかいつもそこからこう、なんか動線、知恵とあれがやって湧いてくるっていうかね、泥の川の水の底は泥しか湧いてこないけれども、はい、いつも湧き水のところはどんどん湧いてくる水が、綺麗な水がで、クリアに見えますよね、はい、クリアに見える、そうか。だから一度綺麗にしてしまうと、まあ、かなりの年数クリアな感覚で、向こうから知恵がやってくるのは、拾うことができますね。やっぱり拾うっていう言葉なんですね、先生。ということが僕大事だと思うんですよ。自分が作り出した、作り出すということはおごりだと思うんですよね。作り出すのおごり。俺が考えたんだよとか、俺の文章だよとかなっちゃうけど、拾うとか、もらった文章というのはいただいた文章で、私は書いたことなくて、向こうの知恵を日本語に訳してるだけっていう、おごりがないじゃないですか。なるほど。あくまでいただいてるに過ぎないと、だからこう自分自身は怒らなくていいっていうかね、俺がすごいんだとか、どうだいとかいうのはないわね。これいただいたんだから、そうか、で利用するのもしないのもあなた次第ですよ。これをいただいて利用すれば、あなたにはきっと幸せとか勇気とか安らぎとかもらえるっていうことは自信持っている。自分で考えたことじゃないからっていう発想でいると、ますますこう広いそうですね。そうそうそう、広がなきゃみたいなっていうよりも伝えなきゃとか、なんかこれをしてもらうための喜ぶのなとか、でも確かに私も昔新聞記者やってた時に、締め切りもあったと思うんですけど、最初全く出てこないんですけど、やっぱりなんかある程度書いてると、どん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 湧いてくるっていうのは、多分無意識で先生がおっしゃってるような状況になってたんですかね。拾えてるというか、多分そうだと思いますね。でそのうち自分のそういう言葉が出てくるパターンや、アイデアが出てくるパターンがこう決ま
できるパターンが形が決まってくるんじゃないかな、はい、森の中を歩きながらとか昔の人して言ってる人がいるようにね、うん、はい、あの僕もその文章を書いたり瞑想したりするんですけど、うん、毎朝瞑想するんですけど、はい、瞑想したりするとあるなんか湖の中に入ってしまうとそこからバーッとこう出てくるような感覚ですよね。なんかみんな教えたいですね、こんな方があるのにっていう、うんうんうん、今ね瞑想ってキーワードも出てきましたし断食ってキーワードも出てきたので、ね、この辺りもまたおいおいこの番組でももう少し詳しく伺っていきたいと思うんですけども、ね、うん、先生あのメモから結構お話が広がりましたが今お手元にメモもたくさんあると思うんで今日、ね、あのお話を少し聞きたいのが不安と怒り。そうですね、不安と怒りってのは結びついてるところがあると思いますけどね、はい、まあ不安っていうのはこう恐れって言いますかね、はい、未来が見えないとかいろいろな不安がありますよね、うん、から人を傷つけたからやり返されるのではないかとか、うん、たくさん持ってるから持ってしまったから失うのではないかなっていう不安があると思います、はい、うん、お金持ちの人たちはみんな不安がりですね。あ、そうですか。例えばですよ、はい、あの僕よく言われるんですけどそれよく寄付しますねとかって、うん、これは今少しお金がない時の方が寄付した方がいいんだよとか言ったらその人がよく、私100万円ぐらい貯まったら寄付しますよとか言うんですよね、うん、で100万円貯まったら寄付したらって言ったらいやちょっと100万円の 10% はもったいないからやっぱ 5% 5万円か3万円とか言って、うん、今度は1000万円ぐらいした時今度は 5% と できなくなるんですよね、うんうん、なんかねあのたくさん持てば持つほどなんかもったいないっていうか、はい、寄付できなくなるっていうかね、うん、はい、で1000万円以上持ち始めるとまあ私はよく分からないんですけど多くの人に聞くとなんか失う恐れの方があの大きくなるんですよね、うんうん、だからお金持ちほど減らしたくないって思いがあるみたいで、うん、みんな投資するんですよね、うん、今先生おっしゃってた気になるのがそのお金がない時ほど寄付するのがいいとかできるってありましたけど、ね、これもう少し詳しく。あ、それはねあの貧困意識と富裕意識につながるんですけども、はい、お金がないっていう時にというよりもこうお金が入ってくることを常に入ってくることを知ってる人 と途絶えるかもわからないっていう人とのこうなんか人生上の深いところの意識の差っていうのがあると思うんですよね、うんうんうん、だから僕はそれは富裕意識って言ってあのお金は途絶えるものではなくて人生のチャンスも途絶えるものではなくて、はい、必ず向こうから、うん、向こうからいつまでもこうなんかな私はお金に困ることはないっていう確信のもとに生きることができた人は、うん、ケチにならないんですよ。せこくない与えることができ る, なるほど。でも中にはそういう人がいるんですよね、うん、たくさん。いや僕の知人の話で恐縮なんですけど、まあ、その寄付とはちょっと違うんですけどこうフリーランスで働いていて正直それほどこうお金を稼げてないんですけど、うんうん、まあ、いろんな仕事の大変なことがあって先行投資しなきゃいけないみたいなことだったりで要は出るものより、うん、入るものより圧倒的に出るものが多くなったりとかでそこら辺がやっぱり不安だったりまさに不安、うんうん、だったりでもフリーランスの人を先行としていかなきゃいけないみたいなのでその辺でものすごく心配になってるみたいなんですけど、うん、でもすごく出てくものがそのいい意味で未来のためにっていうものであれば本人がそう思うんであれば今の話聞くと問題ないんですか、ね、問題ないんですよね。一時的にもうお金そこ尽きても、うん、大丈夫だ入ってくるんだよというのがやってる人はどんどん入ってくるよね。一時的に支出がもう圧倒的に多くても、うんうんうん、でそれを本当に真からこう体験することになった時、なんか何かにつながってしまったら、うん、あ、その人にはもうお金が途絶えることはなくなるんですよね。そうするとお金っていうあんまり執着もなくなりそうですね。そうです、まあ、今は例えばの話としてお金だけれども運とか人のつながりとかいうのは途絶えることないから、はい、いくら分け与えても湧き水と一緒だから私には神がついてるという感覚というかね、うん、の人はこうもうケチにならないんでいいよ。せこくならなくていいよ、うん、だからどこどこの誰かさんがいたようにせこい人がいたじゃないか。せこいって、うん、あの子地位も名誉もの学力もすごいお金も、うん、まあ、日本最高のところに行ったとしてもせこいって言われたがいましたね。あの人はなぜかと言ったら あのなんでそんな小さなものに領収を切るのかって言ったら分かっちゃいますね。これあれはあるよね、そうですね、恐れるんよ、不安なんよ、うん、あの入ってこないっていう不安
じゃあ目先ではすごいその時収入が良かったりいい地位にいたりいろんな人がいたとしても、まあ、貧しいってことですよね。ありますね、お金だけじゃなくて。そうですね、だからどっかで悟ってなかったと思うんですね、うん、あの地位と名誉と。それでもう絶えず不安だったんでしょうね、うん、こうあのどこかでこれは途絶えるのではないかと思うから、うん、あチャンスのあるたびにそれをこう拾おうとしたと思うんですけど、うんうん、もしも彼が自分はずっとこういう収入と地位と尊敬が途絶えることないレベルまで来たっていうことを知ったならば、うん、全然恐れなくていいですもんね。そっか、それはもうちょっと伺いたいんですけど、うーん、そう今頭の中で、先生の話が伺っててそういうもんなんだっていうのは理解できたんですけど、腑にある意味落ちなくてもそう思うようにしてれば変わっていくのか。変わってきますよね。やっぱり最初はちょっと無理でもそういうふうに思ってること、うん、そうそう、それを何回か体験させる、まあ、セミナーでもよくやるんですけど教えるんですよね。まず浮遊意識というか、はい、まあ、私は知恵とお金は途絶えることはないっていうことを知っているっていう感覚ですね。浮遊意識、うん、浮遊意識っていうものをこう体験していくっていうんですか、はい、で何回も何回も瞑想したり断食して、うん、ああ大丈夫なんだ、本来人間はああもう全ての動物たちはこう、はい、その意識の中に生きてるんだっていうことをこう、うん、知ってる、あのそれを取り入れた人間と取り入れた動物と、うん、そうではなくていつも不安で恐れていつか途絶えるも途絶えるかもわからない、孤立になるかもわからないという感覚の中に生きてる人との違いは大きいですよね、うん、だから途絶えるのではないかと恐れてる人たちはいつも不安ですよね、うん、こうすぐダメになるのではないか、孤立ではないか、もう収入がないのではないか、10円しかないから明日はどうしようと思うけども、うん、10円しかないけれどもまた明日は明日の風が吹くやないけどまた入ってくるから大丈夫、ちょっとあれすればすぐ入ってくるんだよっていう感覚に生きると、まあ、人に与えることはおごることや、うん、あの喜びをこうもたらすことは全然、そしたらまたそういう人たちにはまた人が逆に来るよね、うんうん、いやお前困ってくるなこれ使えよみたいな、うん、先生さっきその瞑想と断食っていうのがやっぱりそういうことにつながりやすいとおっしゃってましたけど、先生ご自身もやっぱりまさにその瞑想断食でそういうのを持てるようになったんですか？そうですね、その瞑想と、うん、30代の頃から始めた瞑想断食でそういう知恵の泉みたいな、まあ、うん、そういうこうなんていうかエネルギーの泉って言いますかね、うん、そういうものにこう触れてしまった、はい、人間はそうなると思いますね。その知恵の泉、そういうのは無限ってことなんですよね。分かんないけど言葉がねなんかそういうものがあるんですよねやっぱり、はい、だからそれをやってる人たちや派遣した人たちがいっぱいいるから、うん、まあそれを教えてあげたいですねと思ってます。今回不安について伺いましたが、もう15分では話しきれないので次回怒りの方も先生を教えていただければと思います。北川八郎人生を変える出会いでは、ご感想ご質問を募集しております。詳しくは北川八郎先生ホームページもしくはこちらのメールアドレス北川アットマークキクタス .jp kitagawa アットマーク kiq アルファベットの q tas.jp までお寄せください。北川先生次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。